いい味出しますね。うん、いい味出しすぎてよ。はい。ちょっといぶし銀すぎね。確かに。大丈夫だ。ちょっと全然取ってください。しかしながらこういうところのサンドイッチしたのを大盛りして美味しいですから。うん。でも昔ながらみたいな。はい。この週刊誌とかだっけ。はい。スピーカーとかすごいな。あ、本当だ。昭和の香りがするよ。いいですね。落ち着きますね。一回恵比寿の時もこんなとこ入ったよな。はい。あれはたまんなかったよ。みんながタバコ吸うからよ。あ、確かに。でもドトールコーヒーとかスターバックスよりもこういうとこの落ち着きますね、うん、僕個人的には、うん、またこういうちょっとレトロなあれが流行ってるんだろ。あ、そうなんですか。ただこれはレトロとは違うぞ。あ、違うんですか。ちょ違う、クロートすぎてな、もっとレトロっていうのは新宿の滝沢とかよ、西武とか、あとなんかあんだろ、はい、あんな感じでもっとこうシャンデリア調で木目のあれによ、ウジンバラみたいなライトがあって、はい、でこう金属の金のプレートかなんかでこう花の模様が型抜きされてるような、はい、ああいうってポットでこうやって入れて、ああいうとこが流行ってんだよ。あ、これはよ、昔のお前その地元ヤクザが掛け合いに使うようだよ、はい。これホットサンドですか。はい、ホットサンドのツナです。あ、美味しそうですね。ありがとうございます。香りがいい、うん、おー、いいですね。いいやろ。どうぞ、召し上がりください。うん、悪い、じゃあ先にいただくわ。ちょっと、いきます。苦味が独特だ。ありがとうございます。いただきます。寒くないのかよ。あ、大丈夫です。寒い中でもアイスコーヒーにするんですよ。ウエさん、こっちも食べてくださいね。どうぞ。ちょっと食べろちゃん。はい、いただきます。ちょっとじゃあお前から聞かせてくれ。はい、ミックスサンド。うん。ああ、なんか懐かしい味です。あの、うん、母親の顔が浮かんできましたよ、冗談抜きで。うんうん。子供の時に、うん、家で食べたサンドの感じですね。うん。美味しいです。俺はよ。はい。小学校の時の給食が浮かんで、ちょうど給食の時にこういう配分で。はい。おそらくレタスがだいぶ多いんだよ、うん、レタスがもう7割8割、うん、残りトマトとキュウリがちょっとこう添えてあってカラフルに、はい、こういう小学校の給食もありましたよ。まあ、100倍ぐらいうまいけどな、こっちの方が、はい、うん、シャキシャキして。でもやっぱりウリエさんベジファースト徹底しててすごいですね。うん、いや、そうじゃないよ。あ、違うんですか。このな、はい、この手のセットって先にこの時間も食っちゃって、はい、最後サラダだけ残ると食べるの大変なんだよ。あ、確かに硬いですよね。永遠に減らないんだよ、うん、だから先に頑張ってサラダを食べることで、ま、満たされるしな。はい、もうちょっと食欲しよう。はい、ちょっと待ってください。喉かいてきちゃったんで、うん、ティーを。コーヒーからちょっと食レポしよう。はい、あの、コーヒーが本物ですからね、うん、このサンドイッチそうそう、いいこと言うじゃないか、はい、サンドイッチなんかおまけ中のおまけで、本丸だから、コーヒーが、はあ、めっちゃくちゃ美味しいです。うん、あの、最近アイスコーヒーって、うん、まあ、水っぽいのが結構増えてきてるんですよ。水出しとは違って、なんかこう飲んでも
味わいがあんまりしないものがちょっと最近の喫茶店で多いんですけど、うん、これ結構コクがあって、うん、ああ美味しい、うん、ミルク入れたらさらに美味しいかもしれない。コーヒーはどうですか。まあ、お前はお前の番先にやってるでしょ。ああ、こんなに外寒いのに、はい、大丈夫なの。私猫舌なのでホットコーヒー飲めないんですよ、うん、はい。あといつなんか山があってもすぐパッと行けるようにやっぱ冷たい方がスッと飲めるじゃないですか。なんもねえじゃないか、くだらない落ち着きは、まあ、案外俺はこのコーヒーっていうのは、はい、もちろん豆で、ね、そして酸味、程よい酸味に、はい、後からこう喉元に、喉の奥にスッと残るような苦味、はい、で極力その酸味があるアメリカンっぽいものが好きなんだけど、うん、ここのはそのいい意味で期待を裏切るというか、うん、いい意味で期待を裏切って、このほのかに残る苦味じゃなくて全体に結構最初から苦味がふっときて奥に来る頃には苦味が消える、おー、うん、あのすごい独特な、はい、まあ、美味しいよな、うん、濃厚だしな、はい、うん、まあ、じゃあちょっとこのホットサンドいくか、はい、うんうんうん、いかがですか、うん、まずこの歯まずこの歯ごたえ、はい、うん、このプレスした感じ、プレスした感じ、うん、これプレスした感じに、うん、懐かしさを感じつつ、うん、中のこのツナの分量、はい、このツナとマヨネーズとこのバターもある、ね、マーガリンかな、この程よい感じのバランスが、はい、あの料理のうまい友達の母ちゃん家で食べた感じ。あー、でもそれが一番の料理、うん、ごちそうとも言えますからね。レイコが作った場合もっと俺の好みに100やってくれるから、うん、どちらかというと料理のうまい友達の母ちゃんじゃん。あー、なるほどなるほど、懐かしさがあるよ、はい、このホットサンド、うん、うん、素晴らしい、うん、どうなんですかサンドイッチ。うちさんこっちもぜひよかったら食べてください。うん、お母さん、お店何年やってらっしゃるんですか、ここ。56、7年。あ、すごいですね。あ、そうですか、美味しいです。ありがとうございます、はい、お前それ食レポになってるじゃん。はい、お母さん、美味しいですじゃなくてお前のそのサンドイッチの感想をやれる。あ、ドレッシングもめちゃくちゃうまいぞ。あ、そうですか。いや、あのサンドイッチ、はい、あの三角のものには力が宿るってワントラレさんが言ってましたけど、言ってたな、はい、これもやっぱり空水的な観点で、ね、はい、これもやっぱり例外なく、うん、この三という三、うん、ビッグスリーが織りなすものが全て凝縮されてます、うん、マヨネーズ、ちょっとオリジナルマヨネーズと、うん、そしてハムとキュウリ、うん、三者のハーモニー、そしてこの三角形で、このいや本当ですよ、これが、うん、一つまで口の中入ると、うん、なんていうんですかね、こう全て融合、一回融合したかと思ったらそのパーンって弾けるんですよ、パーンって弾けるか、はい、うん、あれまた弾けたと思ったらシューッと寄せて返す波みたいな感じで、うん、美味しさのこの美味しさの波が押し寄せてきます。美味しさの波がね、はい、なるほどな、よかったらどうぞ美味しさもお召し上がりください。お言葉に甘い、はい、まずこのよ、ハムが厚いよな、はい、ハムが比較的に分厚い、はい、いただきます。うん、うん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 、まずこの歯ごたえ、はい、まるでボストンのストリートをな、まるでボストンのストリートをな、
壁に壮大なグラフィックアートを描こうとしているジーパン履いた金のないボストンの黒人少年が、はい、バブリシャスガムをこう何度も噛んで咀嚼しながら、うん、失恋したあるいはハッピーな日に好きな女の子から告白されてハッピーになっている黒人の男の子がスプレーを持って壁に向かっていく途中のこのボストンのよ街をこう歩きながらガムをくちゃくちゃ噛んでる、こういう感じが俺にふっときたよ今マジで。あ、このそれぐらいこのそうそうこの弾力がよ、グイスタニからすごいですね、ボストンまで飛んできましたね、近いんだな、ボストンとグイスタニっていうのは姉妹都市笑ってんじゃねえ、姉妹都市だった、姉妹都市の人たち今でこそコロナ菌は脳の中でブレインミストとかなんとかって言われてる人、霧状に脳にこう、菌がこう広がることで記憶障害とかも起きてるかもしれないけど、まさにそのブレインなんとかが口の中で起きてるから、ふわっとこうミストになってくるんだよ。だからマヨネーズと少量のマスタード、それが自分の口の中の唾液と混ざって、それがちょっとこう咀嚼するためにミスト状に、あ、いいですね、で噛むたびにボッと、じゃあちょっと一部いただきます、ツナサンド、あ、これまたおツナツナですね、今インフン見ました、まあ、インフンだとこ悪いけどちょっとここ映せよな、インフンで足踏んでんじゃねえよお前なあ、これ美味しい、こっち多分うまいだろ、本当にうまいぞここ。美味しいですね、でもここであんまりお腹いっぱいしちゃうと、あの上田さん晩ご飯食べられなくなっちゃうよ、玲子さんが今腕に掘りかけて作ってますから、今夜はビーフシチューやーって言ってましたから、さっきやべえな、はい、だいぶお腹いっぱいだった今夜はビーフシチューにパンやーって言ってましたから、パン2回入れとくなっちゃいますよ上田さんどっかで戻してくるか